松田氏は、古州国と山郡松田里に発祥した、藤原秀里流旗主一族、並びに、それから派生したと見られる、室町時代に、備前国西部一帯に勢いを張った家系、室町時代に武行衆として仕えた、単語を拠点とする官務兵士流の一族が知られている。相模松田家本家は、小田原御法上氏に仕えた後に、加賀前家に抱えられ、その分家は、 有気や徳川将軍家旗本になった。鎌倉木には、相模国内に残存した旗主一族を統合する、僧侶家であったと考えられる。南北長期から室町期にかけ、僧侶制が崩壊し、有力諸子家一族が本僧家から独立していった時代であり、松田氏においてもいずれが本僧家かは定かではない。神奈川県足柄上郡松田町松田僧侶には、 JR の松田駅がある。そして高岡市などに多く分布している出自については、藤原秀里の末裔、旗の市の一族であるとも相模国の御家人の出とも言われ、実際経図が何通りもあり、定説化されていない。ここでは、相模国の御家人説にのっとり記載することにする。御家人説では、松田元康の子、松田原国が五代醐天皇に味方し、 鎌倉幕府討伐の功により備前国王の軍、衣服軍を与えられ、かの地に、富山城を築き本拠地にした。一方、この時期に、備前国主語として、松田守明がいたことが記録で確認されているが、元安らとの関係は不明である。備前松田氏は、上級の乱の功で迂回里との自等職もすでに言えていた、ため、同地に後に、迂回派と呼ばれる。 東高集団を招兵したという説もある時代が下り、松田元住の代になり、応仁元年、応仁の乱が起こると、東軍の赤松司法につき、西軍の山梨の追い落としに功績があり、赤松氏の悲観になり、衣服里との守護代に相当する地位になった。文明15年頃には、美前国西部に格好とした力を築いていたためか、守護の赤松氏から警戒され、 赤松正則の追悼の命を受けた、浦上則宗の一族の浦上則国に攻め込まれることとなり、松田元成は、山名正豊に援軍を要請すると同時に、文明十二年に、新しい本拠地とした神奈川城を出撃し、古加も山と守るや櫛橋即位ら赤松方の諸将の、小森備前福岡城を、文明十六年正月に落とした。勢いに乗った元成は、 微前国を焼中に収めるため、文明16年2月、浦上乗陸にの居城三井市城を落とすため、東へ進撃するが、途中の吉井川東の天皇原で、浦上勢と遭遇し、合戦に及ぶも大敗し、退却する途中、浦上勢に追いつかれ岩無し軍や上村山で、自害する。その後も、松田氏は整備前に君臨し浦上氏と対立した。時が下り、 松田元陸の代には、足利義春のもと、大英二年慶の都で、諸子代に就任するなどしていたが、協力四年、天皇寺合戦で、味方の浦上村宗と共に討ち死に。孫の松田元樹の代になると、宇喜き直家の力が強大になり、この松田元剣に、直家の娘と婚姻させ、隕石関係を結ぶ。さらには当時みまさか。 微中への影響力が強かった、天子春久が、浦上市を攻撃すべく、備前へ侵攻してきた際には、天子方に属するなどによって、勢力の維持を図ろうとしたが、A61 年、浮田直家に、駆主力の重心である、宇垣きよ門を暴殺され、さらに直家の調略により虎僧城主の伊賀久高に、願えられ、同 A61 年7月、浮田勢に、神奈川城を攻撃され、 元木は伊賀久高の鉄砲隊により打ち死に。元剣も神奈川上落城により落ち延びる途中、伊賀勢の伏兵により打ち死に。元剣の弟の松田元助は、備中に逃れ、備前松田氏の宗家流は滅亡した。ただ、所流家である西谷城主の新城松田氏は、浦上氏に従うことで、 宗家滅亡後も存続し、主に、三正坂南部の戦線で功を挙げた。天正2年から表面化した、浦上胸影と浮田直家の交想の際には、新城松田氏は胸影方について戦い、翌天正3年に、浦上胸影が追放され浮田直家が実権を握ると、新城松田氏は、浦上方だったこともあって、所領を削られたものの存続は許された。以後、 浮ッキ政権でも、新城松田氏は、在地の土豪として小さいながら、勢力を保っていたが、浮ッキ氏の開役後は、昨日を余儀なくされた。また、松田氏は、仏教師においては、数笹界氏と並ぶ日蓮宗の熱心な、信奉者として、名を残している。兼務、逆王年間頃に、備前において、布教活動をしていた大学に就論を挑んで敗れた。 松田元隆氏がこれを保護して、以後、代々の当主が、同派寺院に保護を与えただけでなく、進出した先の他州の寺院を強制的に改修させたと言われている。このため、松田氏滅亡後も、備前法華と称される強力なモント団が形成され、後に備前は、富士布施派の拠点として知られるようになる。松田元康。原国。元隆氏。 元太、元武者元方、元方、元運、元清、元成、元富士、元陸、元森、元木、元県元治鎌倉後期より多数の六原武行人を出し、室町時代には二階堂氏、旗の氏と並んで、室町幕府表情集に列した松田氏がいた。 王衛年間には万所出時代として史上に現れる者もおり、松田光秀、松田秀沖、松田和秀らは武行人の筆頭の後人武行に任じられる。応仁文明の乱以後、松田和秀、松田長秀、松田清秀、松田春秀らが万所寄りうどの筆頭である万所出時代に任じられ、飯吉、清氏らと共に幕府武行人として、 A6 年間に至るまで活動していた。この一族は、代々の文筆官僚であったことから現在でも、当時由利文書などに、多数の書状が現存しており、松田単語森平長秀樹、竹正木藩などの書物のほか、和歌に長じているものも多く、松田単語森平貞秀秀などの和歌集も残している。松田単語森平長秀樹は、 足利義満や足利義則の原福寺の記録などを書き残したものであり、長秀自身は政変によりほとんどの武行人が更迭された中で、彼一人新政権下に引き続き出資した事実は、その能利ぶりが4人に変えがたかったと考えられており、幕府官僚としての活動のほかに、皇人としての顔を持つ文化人でもあった。竹正紀藩は、 各品用資料を送電した松田単語主流の資料が無前主流の松田貞より、イコール松田貞康に伝わったものと考えられており、大河ドラマ、花の乱では、松田貞よりが、足利幕府の使者として、日野家、足利義政と日野富子の婚礼の日取りを報告する場面が描写されている。祇園祭りの、九時通り式。 九時改めで、武行役を務める京都市長、松田豊前守る雷は、応仁の乱後33年間中断していた、祇園祭りを復興するにあたり、山鉾巡行の順番をめぐって、争いが起きたため、当時の侍所の役人であった、雷漁主宅で九時取りを行ったと伝えられており、現在もこの神事は、当代の京都市長が神下姿の松田。 より焼役として参加するものとして続いている。また、応仁の乱以前の60期の山ぼこを知る、唯一の資料とされている、過去の記録をまとめた、祇園会、山ぼこごとを残しているほか、町人主体の祭りとなるよう祇園執行に、取り計らうなど、祇園祭りの最高に尽力し、来寮も自身の在職中に、祇園祭りが再興されたことは妙がであると記している。 時代祭、織田工場落列、立利宗ねつ時代祭において、織田信長の織田工場落列の戦闘で馬に乗り登場する、立利宗ねつを排出した立ち入り家には、松田単語神及び、武前史関連の資料が伝来しており、年代的な祖母がある者の,の立ち入りや経図によれば、松田豊前守る来領の子孫であると記され、大見立入場は、文明年間松田単語守秀起によって、 気づかれたとされる。丹後日東二条の城主松田頼盛の末裔に、松田氏は、官武兵士の一流とする、家系図、丹後松田系図が所蔵され、丹後主流、若狭守流、武前主流、津島守流などの武行衆が同族であることが、記されている。また、頼盛の娘千住姫は、後宇田天皇に仕え、後に天皇が出家した際には、 自身も出家して、二となりなを元連と改め、ゴウ天皇より、今後親院の隠号と、本尊愛善明王座像を賜ったという。松田山城守,守より道は、細川藤高に、東二条を焼かれた後松田氏系図では、丹波国へ引退とあり、また、与謝軍指等では、小浜城市稲若さ守勝都市の歌手となったとある。俵や宗達を育て上げ、 官営の三筆の一人に数えられる光悦流の祖であり、茶人、工芸家、画家、出版社、庭師、農面談など多彩な方面で活躍した芸術家、本阿弥光悦を輩出した本阿弥家の六大当主は松田氏の出身である。ただしその出自については、本阿弥系図にある足利義則実金の死という記述に、当時の側近には部行集の名前しか見られないこと、 足利義則の在職が1428年から1441年で、あるのに、松田衛門三郎の出生が1434年である、こと、本阿弥という野豪、武行宗と奉公宗を同一族と誤認していた、過去の資料、などにより混乱を招いていたが、足利高氏に仕えていた、初代名本については、本生菅原氏で、名字を松田とした人物であり、 六大党主本校は、侍どころの開校や万どころの執時代を務めた、武行衆松田氏から、本阿弥家の娘婿として迎えられた人物と考えられている。なお、南北朝を末期に、松田三郎右衛門城が丹後における単線漁師一方に起用されており、この頃より、丹後松田氏には、三郎右衛門城を名乗る一流が存在したことが確認でき、 松田衛門城は代々足利幕府の御三女奉行を継承していたほか、津島守秀富士、野戸守両松室らも衛門城を称していた。なお、光悦と同じクリンパの芸術家である、尾形光林、剣山兄弟の曾祖,祖父、道化氏話の妻は、本阿弥光悦の姉であり、光悦と光琳は、遠い隕石関係にあることになる。また、光悦の白楽茶湾 富士山にも関わったと考えられる、落焼の家元、落家の養子となった、挿入の祖母も、宝州であり、降林、剣山とは、重呈同士となる。丹後松田市の拠点があったと推測される、京丹後市大宮町には、前王子他に、複数の城を築いていた記録があり、川辺の松田千剣と呼ばれる、集落跡を見下ろす山には、数十にも上る、古墳群とともに、 松田城跡も確認されている。また、鎌倉末期に至ってはその所領は丹後のみにとどまらず、田島国神殿僧、若狭国蕎麦上保、田原須殿、船井僧新栄村、秋志寺村、武前高来村などに展開していた。京丹後市の中軍、竹野軍、熊野軍を流れる竹野下流域一帯には、一色市に使える雪津神、 とうとうみ守るらの松田氏の存在が知られており、本能寺の変による細川氏と明智光秀一式軍との戦いにも加わっていたとされる。なお、信長後期には丹後の松田節森、早伏すごぶ部つ心情とあり、この約1ヶ月後に織田軍は丹後に乱入したとされる。松田節森は、総美紀には松田森秀との書伝あり。相模松田氏は、 藤原鎌足を演祖とし、その十三代目、藤原正光の時に、相模神となり相模国肌野に土着した。十四代、藤原共犯は肌野に改正し、肌野氏の改祖となった。十九代、義経は松田郷に住む。その子有利は松田を称して、松田次郎と名乗り、松田氏の子祖となった。当時肌野氏から分かれた一族は、松田の他に、河村、 広沢、大友、勝武、沼田、大月、小磯、宇治などがある。当初、旗の松田一族は、源氏法であり、旗の義道は、京都に登って、源の義朝に仕えていたが、1156年方言の、乱語、九州である義朝の父、源、ため義を殺さなければならない羽目になって、義朝との間が不和になり、相模国に帰国。 こうした経緯により、源氏の没落とともに、平家法についた。義経は自称四年石橋さんの戦いでは、大場影下と共に、頼朝軍を破り、頼朝の鎌倉入りの際にも、一族と共に、松田城にこもり交戦をしたが、義経は頼朝に追われ自害をした。義経の着難、松田立根はこの時、大場影吉の懐島の屋敷にいて、難を逃れた。 源の頼朝の腹違いの兄、源友長の母は、義経のおばでもあり、大場影義は、頼朝の父、義朝の重臣で、鎌倉幕府の長老であった。松田有恒は、大場影義の外政でもあったので、影義は、義経中伐のことを事前に察知していて、密かに保護を加えたものである。あとに、大場影義は、 松田有恒を伴って、頼朝の元に参上して許され、後に、松田郷を与えられ、松田次郎を名乗る松田氏が起こった。上元四年相模国丸小川で、小早川、どいらの一族と争う和田義盛、三浦義村によって鎮圧された。建略三年の和田合戦では、和田義盛に味方した者が、松田一族より、多数見受けられる。現行三年。 昭教2年、新田義貞が、鎌倉幕府を撃つために、武蔵国に入り部外河原の戦いで、鎌倉北条軍に敗れた後、松田一族は、相模国の同志軍と共に、新田義貞軍に参陣。南北朝時代においては、南朝方の五代醐天皇に味方し、新田義貞軍に組みした。新田義貞の没後、新田義行、脇屋義春軍総勢六千期が、 松田城、河村城や西丹沢の諸城に移り、これを足利高氏自ら大軍を率いて攻め込んできたので、足柄の地は一大戦場と化した。この頃松田一族は各地に分散し、備前松田氏は北朝方の室町幕府に属していた。室町時代の後半になると、関東区房の足利氏が推備しており、八代松田寄秀は京都に居住していたが、 将軍の命で関東に下校した。その頃、相模国では大森氏が小田原城を占拠して初夏を征服、松田氏にも攻略の手を加えてきた。大木谷上杉氏と大森氏の信仰に苦戦をしていたが、1495年伊勢政治が大森藤頼を倒して小田原城に入城した時に松田頼秀が協力した。伊勢政治と 武行州松田市、宝庫州備前松田市、相模松田市は同じ幕臣として共同しており、この時に備前松田市と武行州松田市からは、松田和秀、松田長秀、松田頼明、松田周伊達、松田春秀らが応援に駆けつけた。そのように後に、後方上司となる地域権力の確立に当初から協力してきた相模松田氏は、 北条家家診断としてご遺書か七家に列し、家老職を務める。北条氏家診断中最高の2798巻110分の諸領校であった。十代、松田範秀に至って、松田氏は前世に達し、北条家の十代の筆頭家老として建成、並ぶものがなかったという。天正十八年、豊臣秀吉の小田原生伐の時に際し、範秀は、 豊富方22万に対し、北条方は5万と、劣勢にあって、勝ち目のない野戦は無謀であると、小田原城中の表情において、老城策を主張する。これに対して、北条氏てる、北条氏じには野戦を主張したが、則秀の老城策が取られた。一方則秀は、北条家に、相模の国と伊豆二国の安土と全員の除名を、条件として解除することで独自に、前田と家。 堀秀政と戦後処理についての駆け引きをしていた。ところが、豊臣秀吉は、小田原城内の混乱を狙って、乗秀内通との戦略的噂を吹い調した。このことがあって間もなく、小田原城は解除をした。北条氏滅亡後、松田氏は、交渉をしていた前田氏に四千国で飯抱えられた。その後国高に変化はあるが、1871年廃藩地県まで、 加賀阪神として存在した。のりひでの弟、松田康貞の後援は、徳川家康に仕え旗本として存続した。松田氏系図、ありがとうございます。